集積回路から突き出たリードフレーム部に使われているフェロニッケルは鉄合金の一種で鉄とニッケルの合金のことである。製品とされるものの構成比はニッケル20から40%、鉄80から60%とされる。その製品の7割がステンレス鋼の原料に使われる。2000年代中期の中国では 低品位のニッケル鉱石から電気炉等によって製造されるニッケル含有旋鉄、通称ニッケル旋鉄を格安で増産し、ニッケル旋鉄は世界のニッケル需要の4分の1を賄うまでになった。このニッケル旋鉄はステンレス鉱を作るときに使用される純度の高いニッケルの安価な代替として利用されている。ロータリーキルン電気炉は8から15%のニッケルを含んだ。 高品位ニッケルズ鉄の効率的な生産が可能であることから中国で盛んに導入されている。ブラスト材として販売する場合、使用後廃棄物処理法を遵守し処理されることを確認しなければならない。日本工業協会では、非鉄スラグ製品の製造・販売管理ガイドラインを2016年2月25日に改正して公開した。これには、 フェロニケルスラグを取り扱うことができる事業者名が明記された。ハット後にグリーンサンド製造業者などが原告となり、ブログなどでグリーンサンドの有害性を強弁していた同市民を被告とした名誉毀損損害賠償裁判が行われ、批判していた箇所の削除などの命令額だった。宮崎環境研究所が発行した計量証明書は検出された有害物質が グリーンサンドには含まれていないか、ごく微量を含まれる成分であること、被告が採取した場所を証明できないなどの理由で不採用となった。ありがとうございます。